んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはタバコをやめるです。タバコを吸う人は体に悪いと知っていてもタバコをやめられませんね。これはなぜでしょうか。中毒になってしまった今はともかく、そもそも体に悪いと知っていても最初に吸い始める動機は何でしょうか。そこにはタバコによる害よりももっと大きなメリットがあるからなんです。タバコを吸わない人には分かりませんが、吸う人にはメリットがあるから手放せません。よく精神を安定させるために吸うとか、あるいはタバコで興奮するために吸うとか言われますが、その必要性は何でしょうか。実はこの人たちの心の中にはとても大きな恐怖があるんです。ですから肺がんになるよという恐怖よりも、今感じている心の奥の恐怖を消すためにタバコを吸うんです。ですからタバコをやめるには、このもともとの大きな恐怖を消さなくてはいけません。ではいつものように自分を子供だと思ってください。これはできれば3歳ぐらいがいいですね。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。では目を閉じて聞いていてくださいね。あなたはタバコが好きだよね。タバコを吸うと落ち着くよね。頭の中のモヤモヤしたイライラが消えていくよね。だからタバコをやめられないよね。大人の自分はそれで困っているよ。タバコをやめたいのにやめられないんだよ。タバコはお金がかかるし、人に迷惑をかけるし、しかもいつも頭の中で、ああタバコ買わなきゃとか、雨の中わざわざ買いに行ったり、風邪ひいて喉が痛くてもやめられなかったりする。最近は吸える場所も減ってきたから、タバコを持っていても吸えないこともある。結局イライラを抑えるはずが、逆にイライラすることが多いんだ。しかも自分が肺がんになるかもしれないし、周りを肺がんにするかもしれないから、いいことなんてないよね。あなたは本当は心の中の不安をごまかしたくてタバコを吸い始めたんだよね。自分が思っている自分のイメージよりも、本当の自分は弱いし幼い、本当はとても怖がりで、何か事故に遭わないか、誰かが襲ってこないかっていつも恐怖を感じている。本当は強くてかっこいい自分でいたかったのにね。タバコを吸っている時は自分が強くなった気がして、死が怖くないような気がするよね。少しでも理想の自分に近づける気がしたよね。だから肺がんで死ぬかもしれないと言われても、そんな遠い先の恐怖よりも現在の恐怖をごまかしてくれるタバコを吸い続けているんだよね。でも本当はタバコを吸っても自分の不安は根本的に消えないから、ずっとタバコでごまかさないといけなくて、さらにイライラするよね。大人の自分はあなたを助けに来たよ。あなたを守りに来たんだよ。あなたは真っ暗な夜が怖かったね。天井のシミがお化けに見えたよね。暗い窓から怖い人が覗いているように思えたね。夜のトイレが怖かったね。この世には怖いものがいっぱいだったよね。自分を無力だと感じていて、ずっと泣いていたよね。泣きながら助けを待っていたよね。でも誰も助けてくれないから、
自分で強くなろうとしてくれたんだよね。だから自分を勇気づけてくれるものが必要だったんだよね。そしてそれがあなたにとってタバコだったね。ありがとうね。大人の自分はあなたにとても感謝しているよ。あなたは人を頼るのではなくて自分で何とかしようとしたね。だからタバコで強くなろうとしたんだよね。タバコは勇気をくれたし、自分を落ち着けてくれた。ありがとうね。そのおかげで大人の自分はもう強くなれたよ。だからあなたを守りに来たんだよ。長い間待たせたね。もう安心していいよ。大丈夫だよ。誰もあなたを傷つけたりなんかしないんだよ。もうあなたは無防備な子供じゃなくて、強くてパワフルな大人の自分がしっかりと守っているんだよ。だから安心しなさい。そしてタバコを手放しなさい。もう大丈夫だよ。タバコにありがとうを言おうね。今まで自分を強くしてくれてありがとう。恐怖を取り除いてくれてありがとう。イライラを和らげてくれてありがとう。今までとっても役に立ったよ。でも、もう自分は大丈夫なんだ。自分で自分を守れるから。ありがとうね。もうタバコはやめて、大人の自分として生きることに決めたよ。ありがとう、タバコ。さようなら、タバコ。